このようなね感じになります。では次にこのドルコ気境ですね、このアレンジに挿していきます。ドルコ気境はこうスプレー咲きっていっていっぱいこう花がついてますけれども、これはある程度こうね分けておきましょう。で例えば結構ね初心者の方ってこのぐらいでバサッと刺しちゃう方いるんですけど、これなんかねこのぐらいついてると僕なんかでもちょっとこうアレンジしにくいので、もう少しねこう間引いて、まあ、せめてねこのぐらいの本数とかもう本当にこう1本ずつとかにしてしまいましょう。これで刺していきます。このトルコキキョウは花の間間をね取るように刺していきます、まあ、こういうふうに今1本刺しましたけど、ここねここ刺しました。そしたら次にこういうねナルコランっていうナルコユリっていう葉っぱがあるんですけれども、この葉っぱをねアレンジに添えていきます。結構この葉物なんかで形が変わっていくんで、この辺りは要注意ですね。でこれもねこうある程度切り分けて使っていきます。はい、こういうような状態になってますね。見にくいですかね。これね今思ったんですけど、先ほど最初にね冒頭にこれからね全部のアレンジ、まあこういうような形で紹介していくって言いましたが、これね多分すごいね、まあ、説明はいいんですけど割とこう見にくいっていうところもあると思うので、こういうアレンジの方法は、まあ、たまにして、あとはねこうすごい見やすいような感じでちょっとこう後ろ目から撮って今まで通りの感じのところにこう説明文を入れていくような感じにしていきますね。はい、次にこういうね林道を入れていきます。林道はね今回3種類ありますから彩りよく入れていきます。でやはりこういう林道もね葉っぱを取る、でこう花がつきすぎてるときは花を間引く、そういうのも必要です。はい、これで林道が3種類入りました。で最後にこれにアンスリウムを入れます。アンスリウムはこちらですね。これをポイントでポンポンと入れて終わりにします。はい、こちらで完成です。で最後にねこの後ろのバック処理はちゃんとしておきましょうね。バック処理というのは後ろで見えすぎてるフォームを隠すことです。ただ前回の紹介でも言いましたが、ウォーター、水を入れるねスペースは取っておきましょうね。はい、こちらでアレンジメントが完成しました。このようにちょっとね色の入った素敵なアレンジメントが出来上がります。ではですね、
まあ動画の途中にも言いましたが、まあ、冒頭に言ったね、毎回こういうふうに説明していくっていうのは、ちょっと多分余計こう見たくなくなってしまうんじゃないかなと思いますので、たまにこういうしつこいぐらいの説明を入れた動画を作っていきます。そしてあとは割とこうそれをね復習するような感じで見ていただけたらと思います。ではですね、これからもフラワー TV 末永くよろしくお願いいたします。じゃあまた次回お会いしましょう。 See you next time.